こんにちは。こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会南の支部です。今日の献立はベジ七文字です。野菜を作っております、使っておりますのでよろしくお願いします。今回教えてくださるのは志賀さんと飛田さん、そして内田さんの3人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の器はこちらです。阿蘇市坂名市にあります滝室窯さんから作品を、貸していただきました。滝室窯さんのご紹介は番組の最後に載せておりますので、ぜひそちらもご覧ください。ではまず志賀さん、はい、今日はベジひしもちということで、はい、まあ、はい、お野菜が並んでいるということは、はい、お野菜で作るひしもち。そうなんですね、うん、お野菜を全部入れて3種類を作りたいと思っております、はい、じゃあまずはえもぎから、はいはい、これはもう湯がいてありますけれども、うん、湯がくときに、うん、重曹を少し入れて、沸騰した中に少々の重曹を入れて、ちょっとこう様子を見ながら柔らかくなったなと思ったら、もうお湯を捨ててですね、1、2回お水でさっとすると色が止まりますので、はい、そういう湯がき方をします。でまず湯がいたのを包丁でですね、こうして切っていくんですね、はい、切れたらボウルに入れて、はい、そしてそこに粉をですね、はいはい、ここに入れます。この粉は2種類、はい、米の粉と、これが白玉粉ですね、うんうん、これ米の粉ですね、はい、これを手でよくこう溶けるように混ぜ、はい、混ぜます。あ、色が鮮やかです ね、やっぱ緑色、はい、春の色、うん、綺麗。3つぐらいにこう分けます、はい、こう沸騰した中にですね、はい、よもぎが入りました、はい、じゃあ続いては大根、はいはい、大根いきます、はい、もうこれをそのまますりおろすだけです。でこれはもうこのまま大根ここに入れます、はい、そしてこれもそのまま振りかけます、はい、はい、うん、それこそ耳たぶの硬さに柔らかい、うんうん、その感触が出てきます。うん、粉をまず入れますね、はい、はい、じゃあかぼちゃを入れます、はい、ちょっと混ぜておきますね、はい、よいしょ、はい、潰していきます、うん、はい、ここで広げていきましょう、うん、かぼちゃがなんか一番切りやすそうな感じがしますだんだん慣れたんですよ慣れはい、一番切り切れたね、うん、上手に切れましたねほらよし、じゃあこれを盛り付けですね。出来上がり、はい、です。完成です、ベジひしもち、一番下がよもぎ、大根、かぼちゃ、はい、で作ったひしもちです。では早速いただきます。いただきます。いただきます。よもぎの爽やかな、うん、香りが、お餅柔らかい、もちもちしてますね、うん、あれはこれ、地産地消クッキングでは阿蘇市の窯元から器を提供していただいています。阿蘇市坂名市にある滝室窯さんは若き陶芸家が父の後を継いでスタートさせた窯元で、普段使いのできるシンプルなデザインの器を製作しています。